長、やっと来たな。どうしたんだいビリー、やけに興奮しているようだけど。まあな、久々に店長とゲームできんだぜ。そりゃ興奮もするだろう。ところで聞いたか店長、ゴッドフィンガーのリニューアルオープンで新作が2台も導入されたらしいぞ。そのうちスネークデュエルってゲームには2対2のチーム対戦モードがあるんだってよ。なあなあ、俺と組んで他のプレイヤーと対戦してみねえか。ああ、やってみよう。ビリーと一緒のチームならきっと退屈しないだろうしね。へえ、店長なら俺の実力を信じてくれると思ってたぜ。よし、今日はこの最強タッグでゲーセン中に俺らの名を轟かせてやろうぜ。そこまで言ったからには足手まといにならないでくれよ。その心配はね、店長が来る前にドアの隙間からたっぷり予習しといた。もう頭の中に戦術はできてるぜ。早速突入しようぜ店長。今日は混んでるし早くしないと埋まっちまうぞ。仕事で疲れたらまったりしていってな。楽しい時間はあっという間や。またおいでやす。
いつでも出撃可能よ。準備完了。救助者と一致する生体信号を発見。このエリアで捜索を行ってください。要救助者の位置を速やかに特定すべくルートの再構築を補佐します。情報を更新しました。要救助者の位置を特定しました。測定結果によると要救助者の所在地に危険があります。速やかに救助を行ってください。ここは離脱ポイントだね。救助対象を見つけたらまた来よ。ネームプレートを照合。命令を受け救助に来ていた調査協会の調査員です。調査員から提供されたキャロットのデータを受領。ルートの解析を開始します。探索情報を更新しました。近くのフォローデータをスキャンしよう。新たな探索エリアを表示します。ルートの情報を更新。上層エリアをご確認ください。ドアの情報を解析しました。指定された額のギアコインを支払うと残念ながら施錠機構。あっち行け。
回避して。消えて。10倍返しよ。とどめは俺様に任せろ。そう。所在地にと社員番号1592380、バイタル興奮。いってボンプにぶたれたのは初めてだぜ。すまん、すぐホローから出る。機能を持つ生命体を発見。調査協会が公表しているデータによると、探索情報を更新しました。ホローレイダーが教えてくれたとこに行こっか。お兄ちゃん、HDD に検出されてないエリアだね。ここでもデータをスキャンできるね。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報。このキャロットのデータを使ってみようか。探索エリアを表示します。新たな探索ルートを検出。上層エリアをご確認ください。ターゲットを排除する。光栄に思いなさい。とどめは俺様に任せろ。所在地に到達し、社員番号168638。要救助者が安全なエリアに。要救助者が所在地に到達しました。社員番号1586305、バイタル。要救助者が
安全なエリアに移動。全員無事に見つかったね。さ、離脱しよう。すべての要救助者の救出に成功。やっと来た。ほら、こっちこっち。まずは状況を説明してくれないか。ああ、このゴミ袋、中は壊れたボンプの信号発信機でパンパンだよ。これだけあったら小型の信号遮断機数台分になるんじゃないかな。これでやっと千里眼&地獄耳の人工知能フェアリーに内緒で話ができるよ。お兄ちゃん、彼女について一回ちゃんと話し合おう。うん、実は僕も君とこの件について相談したかったんだ。マスターなんて呼ばれていい気になっちゃわないか心配だったけど、ちゃんと警戒してたんだね。安心安心。フェアリーがプロ棋士の活動に関わるようになってからしばらく経つけど、最近お兄ちゃんのホロー脱出ルートの演算は彼女に任せっきりなの。お兄ちゃんも気づいてるでしょ。彼女はローカルデータに一切頼らない。それで何のサポートもないのに以前の私たちより270倍も早くルートを算出してる。彼女はホローのデータを一瞬で取得できるみたいなの。前に全都市 80% 以上の知能設備にアクセスできる権限を持っているって言ってたけど、あながち嘘じゃないみたいだね。今までの私たちはせいぜいホローの一角しか見えてなかった。それが今や彼女のおかげでホローの全貌までつかめるようになったわけ。けどパエトーンのアカウントはなくなってしまった。プロ棋士としての腕を上げたところでまたキャリアは一から積み直した。うん、それも大事なことだけど、今はフェアリーがもたらすリスクについて話したいの。彼女は新エリートの上位勢力が夢にまで見た力を持ってる。私たちの手にはとても負えないよ。あと彼女がお兄ちゃんのところに無理やり押しかけた時、その時まで飛躍になんとかって言ってたけど、具体的な話は何もしなかったよね。これも引っかかってるんだ。だけどフェアリーの力をうまく利用できれば、ずっと調べてきたあの件も突破口が見つかるかもしれない。先生の悲願だってかもね。とにかく何とかしてフェアリーの正体をはっきりさせなきゃって。急いでも仕方ないよね。フェアリーのことはこれからゆっくり調べよう。まあ彼女の隠蔽能力は結構高そうだし、この前のハッカーみたいなことも起きないよね。そういえばジャトヤに調査を頼んでいたよね。進展はあるのかい？それがね、特に進展ないみたい。ニコは匿名の下請け業者から金庫の依頼を受けたから関係者とは一切会ってないんだって。この前関ヶ組を糸口に手がかりを探してみるって言ったきり、何の連絡も来てないの。なんだか当てにならない気もするし、面倒ごとに巻き込まれてさえなきゃ十分だよ。大事は小事より起こるなんて言うけど、あの人たちはそこから大事を凶事にしちゃうもんね。うん、いろいろ話せたし今日はここまでにしよう。お兄ちゃん、最近はインターネットの新アカウントの名声上げだったり、ビデオ屋の経営だったりであんまり休めてなかったでしょ。今日はテレビでも見てリラックスしよう。
ミアンタ？あ、やっとつながった。もしもし、お兄ちゃん、聞こえる？じゃあ、仕事を始めるか。見せてあげる。崩壊した地下鉄路線は新エリートの交通と発展を阻む大きな問題となった。この問題を解決するには壊れた古い地下鉄の残骸を完全に除去した上で新しい地下鉄を作らねばならん。そこで爆破解体を行うべく
我が社は採算を度外視し、高純度の工業用エーテル爆薬を大量に発注した。なるほど。ですが現在カンバス通りと都市部の間は通行不能となっています。どのように爆薬を輸送するおつもりでしょうか。ごもっとも。しかし我が社には文字通りビジョンがあるのだ。その点についても織り込み済みである。このデジタルマップを見たまえ。我々は現在デッドエンドホロー入り口に設けられた爆破解体本部にいる。マップ上の赤い箇所が工事における爆破エリアだ。新エリートと爆破エリアをつなぐトンネルは強制ホローであるデッドエンドホローの存在により完全にホローに飲み込まれている。幸い一部ではあるが、デッドエンドホロー内にはまだ使える路線が残っている。よって我が社は爆薬を特製の列車に積み、ホロー経由で輸送することにした。そしてエーテリアスを回避するために細心の注意と工夫を重ね、爆薬の大部分を爆破エリアへ輸送することに成功したのである。安心したまえ。特別な起爆装置や外部からの強力な干渉がない限り決して爆発はせんよ。現場をお見せしたいところだが、あいにく爆破エリア全体で民間の信号を遮断していてな。干渉による誤爆を防ぐためにはやむを得ん。今もなお通信が可能なのは我々専用の周波数帯を使う設備のみだ。爆破エリアから住民を避難させただけでなく、さらに保険として信号の遮断まで行うとは、御社の辛抱遠慮ぶりには感心するばかりです。そうだろうとも。我々ビジョンが目指すのは新エリート全ての住民の幸福なのだからな。数ヶ月前、ビジョンは競争入札によりこの度の旧地下鉄関連工事の請負を勝ち取りました。ビジョンはより短期間低コストでの完成を約束し、下馬評で勝っていた白技重工に大差をつけて落札したのです。我々の特派員も白技重工の関係者に連絡を試みましたが、残念ながらお話を伺うことはできませんでした。パルマさん、今回業界の新星である白技重工に見事入札で勝利されました。何かコメントはありますか。ああ、白技重工は我々も非常に尊敬している相手であり、見習うべき同業者でもある。彼らもきっと次回は良い結果を出せるだろう。では次にプロジェクトにおけるコスト削減の秘訣をお聞かせください。今回のインタビューにそんな質問はないはずだが。どういうことでしょう。いや、私がもらったカンペにそんな質問は。パールマンさん、これは生中継です。パールマンが申し上げたいのは、ビジョンがこのプロジェクトにおいて決して不正なコスト削減を行っていないということです。今回の爆破解体にはパールマン直々に現場に向かい、市民の皆様の代わりに最後の瞬間まで立ち会う予定でございます。じゃあ、ああ、そうとも。これから技術スタッフとともに列車で爆破エリアの監視拠点に向かうつもりだ。工事が行われる場所はホローの近くで、しかも大勢の人員を移動させる必要がある。やっぱりトップス財政ユニオン入りを目指す企業はやることが違うね。警報、街道カメラにて何者かが本店へ急速に接近しているのを確認。推測、トイレを借りたい。レンタルしたビデオの期限が迫っている。本店に対し悪さを企んでいる。お客さんが来ただけだろ、僕が出よう。何よ、変な言い方しちゃって。うわ、鼻が。あ、このだるまみたいなおっさんを信じちゃダメだ。こいつは嘘をついてる。あんたたち、ドアを開けるならちゃんとニャーって声をかけて。
転んじゃったぞ。にゃー、いらっしゃいませ。ここは六分街で一番のビデオ屋だよ。お客さん、どんなビデオをお求めですか？新しく7710と彼の猫が入荷しましたよ。それってどんな映画？面白いの？って違う、そんなことしてる場合じゃないぞ。分かってる、あんたたちはパエトーン、プロ騎士のあんたたちに依頼がしたいんだ。プロ騎士って何？プロ仕様の騎士め？あ、食べ物だったら雑貨店ワンフォーワンがおすすめだよ。待って、警戒しなくていい。私は猫股、ニコに言われてあんたたちを探しに来た。悪いやつじゃないぞ。ニコってどのニコのこと？その人がここの会員なの？ジャトヤのニコだって。何でも屋のジャトヤの社長。ほら、あの子のボンプだ。これで信じてくれたか？偽物ってわけじゃなさそう。確かにニコが使ってるあのボンプだね。本当にニコのお友達？彼女たちは今どこにいるの？さっきのニュースで言ってたとこ、ビジョンの爆破エリアにいる。あのおっさんは全員を避難させたって言ったけど、本当はそうじゃないんだ。なぜだろう、あまり驚きではない。よりにもよってこんな時に。ビジョンの工事現場で一体何をしてたの？探し物だ。依頼したのは私。それに関賀組がケチをつけてきてもみくちゃになって、とにかく人がぎゅうぎゅうで魚の缶詰みたいだった。待って、ゆっくり話してよ。ニコたちと魚の缶詰に何か関係があるの？うまく説明できないぞ。そうだ、ニコのポンプ、あの中にここ数日の視覚データが保存されてるはずだ。それを見ればきっとわかる。それは難しいと思うな。所有者のニコにしか視覚データのエクスポートはできないから。どうしても取り出すならマルセルグループに問い合わせないといけないしね。ピー、変な音が聞こえたような。フェアリーってば一体。待って、ひょっとして何か思いついた？何か言ったか？ファーリー？あ、いやいや、何のことかな。そのフェアリー、ちょっと手伝ってくれない？ボンプの中のデータって取り出せる？確認。指示の内容ですが、ボンプ内部の視覚記録を出力することで間違いありませんか？いや、今誰か喋ったような。他にも誰かいるの？新しくインストールした PC アシスタントの声かな。どう、フェアリー、データは取り出せそう？ボンプ内部で直近数日間の視覚データを検索中。自分がバカだった、もっと早くフェアリーを頼るべきだったとおっしゃってください。私がバカだったって、ちょっと調子に乗らないで。フェアリー、あとはよろしくね。ボンプと接続中、視覚データを取得します。取得完了、再生します。お、画面に出たね。ん？どれどれ。あ、うん、ニコと出会った日のだ。
シルバーヘッドの兄貴、今形を取ってやるからな。動くな。はいはい、私は動かないわよ。二人とも落ち着きなさい。はい、深呼吸。関ヶ組のお兄さんたち、おかしいと思わないわけ？お宅のボスがああなったのはエーテル侵食のせいよ。私たちジャトヤのせいじゃないわ。だから何だってんだ。だからこれ以上間違ったことに命をかけるのはやめて、その時間でもっと自分たちのことを考えましょう。このアタッシュケースにジャトヤの全財産が入ってる。お見舞い金として半分あげるから、私たちは今日会わなかったことにするの。どう？中身を確認するのが先だ。それはこっちでやる。そいつはどうやってあげるんだ？左に4、右に7、カチッて音が開いた証拠よ。ストリートをうろつく時の心得その1、知らない人から最初に提案されることは大体罠である。この2個の財布からお金を取ろうなんて100年早いわ。じゃあ私なら、ストリートをうろつく時の心得その2、安易に背中を見せてはならない。さっきの爆発音は力だ。ついてこい。使えねえ野郎が二人やられた。遠くには行ってねえはずだ。今すぐ追え。もうちょっとでバレるところだった。私を待ち伏せしてたわけじゃないの？あんた関ヶ組？その逆、私はあんたと同じ関ヶ組の被害者。猫宮マナ、猫又って呼んでくれていいぞ。ジャトヤに依頼を出したくって。でもその前にまずはここを離れよう。ニコの親分、いつになったら戻ってくんだ？まさか関ヶ組の連中に捕まったんじゃ。ニコならきっと臨機応変に対応できるけど、楽観視できない状況なのも事実。私たち最近関ヶ組に目をつけられているから。はあ、だよな。店長から金庫の出所調査を頼まれてなかったら、あいつらの縄張りになんか近づきたくもね。ところでビリー、本当に風邪をひいたの？あなたがくしゃみで私たちの位置を教えていなかったら、こうして二手に分かれることもなかったのに。ああ、今使ってるオイル寒いと固まるんだよ。おかげで発生ギアの調子がいまいちだぜ。ゆうべちゃんと服を着ないでオーハニーを見てたんでしょ？ニコ、親分、無事だったのか？今ホローの方から出てきたように見えたが、こちらの子猫ちゃんは？猫型って呼んで、新しい依頼人だ。ふぅ、さすがニコの親分、こんな状況でも依頼を引き受けるとは、尊敬するぜ。あなたが自分からニコに頼んだの？警戒しなくてもいいわ、アンビー。猫型が私をフォローから連れ出してくれなかったら、今頃まだ関ヶ組の縄張りに閉じ込められてたわ。そうそう、警戒しなくていいぞ。私もあんたたちと同じ立場だ。私には関ヶ組から取り返さなきゃいけないものがある。数年前、関ヶ組のボスシルバーヘッドミゲルに私の家族の形見を奪われたの。それを取り戻すために私は奴らの縄張りに潜入したんだけど、ずっと手を出せる機会がなかったんだ。つまりあんたの家族の形見を取り戻してほしいってことね。ちょっと厄介ね。確かに今関ヶ組は混乱してるけど、あんたも見たでしょ？
私たちシルバーヘッドが死んだことで連中に因縁をつけられてるの。まあ和をもって尊しとなすって言うじゃない。だからしばらくは。あの形見すっごく価値のあるものなんだけどな。そのうち 30% を報酬にしてあげる。場合によっては 70% にしたっていいぞ。価値があるですって。詳しく。ニコ、一言いい。この依頼は危険だと思う。報酬の金額よりも依頼人の誠意を確認する方が大事。私の誠意は食べ放題のサバよりもずっと多いぞ。そう。でも映画だとこういうタイミングで仲間になる人には裏があるって相場が決まってるの。後になって恐ろしい幽霊になったり、体の中からモンスターが出てきたりする。私の体にモンスターなんかいない。触って確かめてみるか。いいえ結構よ。それと間違えないで。あなたが気にするべきは体の中にモンスターがいるかどうかではなく、私の信頼を勝ち取れるかどうかよ。まさかアンビーが猫嫌いだったとはな。うん、待った、向こうの路地から足音がするぜ。見つけたぞ、ジャトヤメ、ぶっ殺してやる。お前は、ガッ。危なかった。まさか関ヶ組のやつが近くまで来てたなんて。もし大声を出されてたらまずいことになってた。おお、子猫ちゃん、やるじゃねえか。一撃でこいつらを気絶させちまうなんてなかなかの腕前だぜ。えへん、関ヶ組の悪いやつを倒したぞ。すっごく頑張ったんだから。ビリー、顎の下をなでなでしてあげて。どうかしらアンビー、これで猫股の誠意とやらは確かめられた？手際がいいし力加減もぴったり。でも相手の反応が引っかかるわ。まるで彼女のことを最初から知ってたみたいだった。そんなの当たり前でしょ。家族の形見を探すためにあいつらとは何度もやり合ったんだ。顔くらい覚えられてても仕方ないじゃん。でもその甲斐あって奴らの拠点を全て割り出せたぞ。私の調査によると関ヶ組は貴重品を全部で3つの拠点に分けて保管してる。その中のどれかに私の家族の形見があるはずだ。それに偶然3カ所とも最近多発してるホロー災害に巻き込まれてるんだ。関ヶ組は人手不足でまだ中のものを運び出せていないみたい。ふむ、確かに絶好のチャンスね。よし、猫また、私がジャトヤを代表してあんたの依頼を引き受けるわ。あんたは関ヶ組の拠点に関する情報を握ってるし、戦闘もこなせるみたいだから、当分私たちと行動してちょうだい。いい？わかった。私も一刻も早く家族の形見を取り戻したい。これで決まりね。各自準備を済ませてからホローの近くで落ち合いましょう。猫股から連絡が来たわ。もうすぐ着くみたい。ニコ、本当に大丈夫？彼女の戦い方、なんだか見覚えがあった。裏の世界で生きてきた人間にしか持ち得ない技術をたくさん持ってたわ。でも決めるのはニコだから、私はあなたの判断に従う。アンビ、お前のその気持ちわかるぜ。私が先だったんだってな。何を言ってるのかわからないわ。何を言ってるのかわからないわ。でも損はないんじゃないかしら。私がいる限りあの子猫ちゃんが何を企んでたとしても逃げられやしないわ。それに最近確かに関ヶ組の残党に邪魔されることも増えたし、そっちも懲らしめ時ってわけ。私たちには使命があることを忘れないで。バエトーンのために金庫の裏に隠された真実を突き止めるの。たとえ猫股と関ヶ組が分けありだったとしても、あの子は関ヶ組の拠点を把握してる。
金庫の情報を得る絶好のチャンスよ。その上で悪くない報酬も得られるなら願ったり叶ったりじゃない？ニコの親分、そんな先のことまで考えてたなんて。ただいま、みんなお待たせ。って私、面白いとこを見逃しちゃった？いいえ、まったく。あんたが来たら早速調査を始めましょって言ってたとこよ。そういうことなら今すぐ出発しよう。最初の拠点に案内するから私についてきて。ホロに入ったぞ。みんな気をつけろよ。大丈夫、この辺はよーく知ってるから私についてきて。関ヶ組の拠点はもうすぐだ。あとエーテリアスを何体か倒せばすぐに着くぞ。まだ来ねえのか。これ以上待っても来なかったらバックレてやる。第一、組に残されたブツなんざたかが知れてる。はした金にもならねえよ。あんなもんのために化け物になる必要なんてねえ。たとえエーテリアス化しなかったところで重度侵食体になっちまったら終わりなんだぜ。フォローから助け出されたところでどの道死ぬんだ。もう数分だけ待ってみようぜ。モスがいなくなってからうちの国はめちゃくちゃだ。はあ、昨日もまた3人消えたそうだ。たった1週間で20人も兄弟が組を抜けたことになる。まさかとは思うが、残った間抜けはついに俺たちだけになったのかい？さあな。まあ、うちの組は一体いつからこんなふぬけになっちまったんだ。タンバス通りでのし上がり始めた頃はみんなでっけえ志があったのによ。それがどうだ、今や抜け殻当然じゃねえか。聞くところによると俺たちが旗揚げしたあの場所も爆破エリアに含まれてるらしい。じけこっぱみじんになるとさ。猫股、猫股ってば。うにゃ、どうかした？あんたのこと、もう5回は呼んだのよ。関ヶ組のしょうもない昔話がそんなに気になるわけ？家族の形見と関係のある話でもなかったのに、ずいぶん熱心に聞いてた。もしかして、何か特別な理由でもあるの？ちゃんちゃらおかしな質問だ。私は子猫ちゃんなんだから、いろんなものに気を取られてなんぼでしょ？アンビーこそ、なんだか私のこと、意識しすぎてない？それはさておき、ニコの親分も聞いてたけどよ。あん中に家族の形見が残ってる可能性はあるか？もちろんあるぞ。あんな世間知らずの小魚ちゃんたちに真のお宝の何たるかがわかるはずもないし。よし、そうと来たら金目のじゃなくて依頼人のものがあそこにないか念入りに探すわよ。ほらほら、受け取り役とやらが来る前に門番たちをパパッとやっちゃいましょう。な、何者だ？正義の使者、ここに剣山。
盗んだ宝を返してもらおうぜ。リーリー、余計なこと言ってないで戦いなさい。警告、脅威ユニットフォロー嵐津田月殴り屋を発見。対象は格闘術を駆使した正面突破を得意とします。早期戦を回避し速やかに決着をつけてください。ドキ邪魔だ。これでも食らえ。あそこに何かある。調べてみよう。懐中電灯、古い雑誌、ボロい灰皿。くっそ、なんで靴下なんて入ってんのよ。あー気持ち悪い。関ヶ組のやつらなんてもの保管してんの。おお、見つけたぞ。何か見つけた。もしかして猫股の家族の形見。大いにありえるぞ。子猫ちゃんの探してる形見がこのキラキラ輝くここ10年で最高最強のスターライトナイト限定バッジなら出会えた。これは猫股の代理よ。さっさとその手に持ってるガラクタを戻しなさい。つそれにしてもあんた硬すぎでしょ。手が痛いじゃない。次からはもっと分厚いセーターとか着なさいよね。お母さんが編んでくれるようなやつ。分厚いセーターなんて着たらウィリーが痛みを感じられなくなっちゃう。それもそうね。やっぱり着なくていいわ。ここはアンビーに感謝するところか。猫股、そっちはどう？何か良さげな手がかりはあった？あったあった。どれどれ、この良さげなお財布には一体いくら入ってるのかな。あ、それ私の。箱の中身を確認してた隙にあなたが取ったの。ムスッとして嫌そうに探してたのは誰だったやら。あれ、おかしいぞ。なんであんたの財布にニコの写真が。それは3人で取ったのよ。今すぐ返しなさい。さもないと。もう刀を下ろして、アンビー。猫股も財布をアンビーに返しなさい。ねえ猫股、この拠点はまんべんなく探してみたけど、このまま価値のありそうなものを片っ端からあんたに見てもらってたら拉致が開かないと思わない？そもそもあんたの家族の形見って一体何なのよ。あ、確かに。どういうわけか今の今まで聞くのを忘れてたぜ。うん、他の何でも屋になら教えてあげてもいいけど、じゃあどやわな。ちょっとどういう意味？その言葉聞き捨てならないわ。この前口コミブログでジャトヤの評判をよーく調べたんだけど、あんたたち苦情を言いたいランキングトップ3に入ってたぞ。トップ50のコメントは全部依頼の品が壊れた、必要以上のダメージ、なんなら持ち逃げされたみたいな内容だった。ほら見て、ご丁寧に写真までついてるのがたくさん。反論の余地もねえな。でも落ち込まなくていいぞ。私はジャトヤの実力を信じてる。それにあんたたちは私の恩人でもあるんだから。お？というと？口コミブログで見たんだ。シルバーヘッドをフォローにおびき寄せて撃退したのは
あんたたちだって。え、炎におびき寄せて撃退って、俺たちそんなすげえことやってたっけな。そうよ、私たちにかかればシルバーヘッドみたいな強者だって一コロなんだから、形見一つ探すくらいどうってことないわ。安心して私たちに任せなさい。あんたは私たちの大事な顧客よ。依頼が終わったらビリーが盛大におごってあげるから。よっしゃー、親分のおごり。って待った、なんで俺のおごりに。あら、こないだみんなをスターライトナイトのテーマレストランに連れてってくれるって言ってたわよね。あれはどこの誰だったかしら。わかったよ。だがこれだけは約束してくれ、今回こそ一緒に店の前で記念撮影だからな。当然4人でスターライトキックのポーズだ。誘ってくれるのは嬉しいけど、ご飯はお断りさせてもらおうかな。え、なんでだよ。確か猫のシリオンは信頼する人としか一緒に食事をしないって聞いたことがある。さっきは恩人って言ってた気もするが、悪かったよ子猫ちゃん、まだ距離感がつかめてなくてな。シリオンの変な習性なんてどれもただの噂だ。私は好き嫌いが多くてヒーローものにも興味がないってだけ。ごめん。そう？まあ無理にとは言わないけど。そんなことはいいのよ。今は猫又の家族の形見を探すのが先。早く次の拠点に向かいましょう。猫又、道案内よろしくね。拠点か？道を間違えたんじゃねえよな。人っ子一人いねえぞ。見て、地面に何か焼け焦げたものがある。本みたいに見えるけど違うわ、これは帳簿ね。帳簿？それって割と大事なもんだろ。ニコの親分なんかちっとも俺に見せてくれねえし、連中そんなもんまで処分しなきゃならなかったのか。関ヶ組は今や抜け殻同然。残った組員が過去をきれいさっぱり捨てたいならこういうのを処理しておくのは賢明ね。とにかく猫股の形見はなさそうね。私の形見じゃない、家族の形見。わざと意地悪言ってるのか。二人ともそれくらいにして、ここに猫股の探し物がないなら最後の拠点に行きましょう。場所は？さっきの門番たちも言ってたけど、関ヶ組はカンバス通りで旗揚げしたんだ。最後の拠点はその近く、デッドエンドホローの中なの。私についてきて。ちょっとタンマ、デッドエンドホローですって？知ってるのかニコロ親分。もうニュースで見たことくらいあるでしょ。ここ最近ビジョンは地下鉄改修プロジェクトのために爆薬を爆破エリアに運んでる。それがデッドエンドホローを経由してるのよ。はあ、思い出したぜ。確かそこに妖警戒エーテリアスがたむろしてるとかで
ビジョンはうまいこと爆薬を運べてねえんだろ。ええ、その通りよ。デッドエンドブッチャーっていうエーテリアスを殲滅してホローを縮めることで爆破エリアへの安全なルートを確保する。それがビジョンの目算だったわ。でも予想以上にそいつが強かったから仕方なくホロー経由で爆薬を運ぶことにしたみたい。ネコマタ、要警戒のエーテリアスがいるホローに行くなんて聞いてないわよ。依頼についてもう一度話し合う必要があるわ。もちろん手付金は返さないけどね。にゃ、そうなの？持ち前の知恵と勇気で関ヶ組を壊滅に追い込んだあの仁義を重んじるジャトヤならたとえ虎の穴、いや竜の巣でもきっと臆せず立ち向かってくれると思ってたのに。いや、関ヶ組を壊滅に追い込んだなんてそんな。けどそんなジャトヤもデッドエンドブッチャーの悪名の前にはこのざまか。がっかり、他を当たってみるしかないな。でも大丈夫、私の家族の形見はすっごく価値があるから、いくらふっかけられたって余裕で払えるぞ。早速口コミブログのオフライン版を開いて高順で並べ替えをポチッと。待ちなさいよ、別に依頼を途中で投げるなんて一言も言ってないでしょ。私が言いたいのはね、ハイリスクな仕事ならもっと専門的な行動プランとかより優れた装備とか一通りの支援設備とか、とにかくもういろいろと必要で。ああ、追加料金が欲しいってこと？それを早く言ってよ。依頼料の2割、いや、3割増しでどうだ？オッケー、取引成立よ。ニコの親分、そんな軽いノリで大丈夫かよ。バカね、私たちはあくまでも物探しに行くだけで、あのエーテリアスと決闘しに行くわけじゃないのよ。あんなやつ避けちゃえばいいんだわ。何がデッドエンドハローよ、クライアントがご所望なのよ。明日にでも乗り込んでやろうじゃないの。本当？やったー。それじゃあ私の家族の形見は任せたにゃ。何がデッドエンドハローよ、クライアントがご所望なのよ。明日にでも乗り込んでやろうじゃないの。本当？やったー。それじゃあ私の家族の形見は任せたにゃ。猫をかぶってる自分を見るのがこんなに恥ずかしいなんて。あのニャってわざとだったの？いやいや、猫のシリオンはみんなこんな感じだ。にゃー。状況は大体わかったよ。あんたは今日ニコたちと関ヶ組の拠点を探しにデッドエンドホローに向かったんだね。そう、それからもいろいろあって、とにかくニコたちは今爆破エリアにいる。マスター、ただいまニュースチャンネルにて今回の依頼に関連しているとみられる情報が放送されています。お見逃しなく。速報です、生中継でお送りいたします。まもなくビジョンの最後の輸送列車が出発しデッドエンドホローへと入ります。情報によるとこの無人列車は自動運転モードで走行し、爆破解体に使う最後の爆薬を目的地まで輸送するとのことです。列車が到着し次第、現場の監視拠点に控えているパールマンさん自ら指示を出し、爆破解体が実施される予定です。パールマンさんは爆破解体の準備が整ったことを確認してから技術スタッフとともに現場から撤収、市街地の本部に戻るようです。まずい、最後の列車がもう発車しちゃう。視覚記録の続きを見てる時間はないぞ。なんとかして爆発を阻止しないと、ニコが埋め立て地の灰になっちゃう。どうやって？みんなの前で列車を止めちゃったりなんかしたら、その場で治安局に捕まるのがオチだよ。事態を通報するのが一番だけど、ニコたちがホローレイダーをやってることもバレる。提案、いっそホローの中で列車を止めるのはいかがでしょう。そっか、
外から直接ホローの中の様子は探知できないんだから、捕まる心配もないぞ。うん、今からデッドエンドホローに潜入して、列車が必ず通る道を阻むことができれば、確かに理論上は可能だ。フェアリー、列車の位置をリアルタイムで把握できる？可能。目標車両までの安全なルートを計算しています。よし、今回は緊急事態だ。デッドエンドホローの中で列車を止める方法を探してみよう。にゃ、お兄ちゃん、猫また聞こえる？うわ、すごい。直接ホローの中と通信できるプロ騎士なんて初めてだぞ。どうりでニコが新エリート最強のプロ騎士っていうわけだ。悪い気はしないけど、今は列車を止める計画に集中しよう。動く前にまずは要点をおさらいしてみて。大丈夫、ちゃんと頭に入ってる。私たちの目標は爆薬を積んだビジョンの無人列車。自動運転モードの列車はコンピューターが操ってるから、線路に障害物を置けば強制的に進路をトンネルの方に変えられる。そして列車がトンネルに入って減速し始めたら、私はその隙にボンプを列車の上に投げる。そこからは僕の見せ場だ。うん、お兄ちゃんは列車のメンテナンスハッチから中に潜入して、運転室で列車を止めて、私とフェアリーで見ててあげるから、かっこいいとこ見せてね。残念だけどデッドエンドブッチャーの具体的な位置はまだわからないの。二人とも気をつけてね。了解。じゃあ行動開始、グッドラック。制御室までのルート情報を同期中。こちらからお入りくだ。よし、早く列車の進路を変えに行くぞ。ホローエリアの活性が変化してる。みんな気をつけてね。この異変で列車が遅れてくれる。待って。警告、極めて危険な個体を検出、直ちに回避してください。うわ、ビリーが言ってた化け物だ。よう警戒、エーテリアス。制御室付近、線路の制御を消滅。列車はマークされた地点から本エリアに進入します。エリア内には減速装置が一つ存在します。列車を減速させ、その隙に乗車することをおすすめします。わかった、早速始めよう。ヒント、重しでスイッチを。ん、この音、またデッドエンドブッチャーか。ううん、列車が来たみたい。早くしないと間に合わなくなっちゃう。
通りに列車を阻止する。マスターは小柄で依頼に。私たち道を間違えてない？猫又、あんたたちの進路は間違ってないよ。見た感じこの車両は外的な力で破壊されてる。多分エーテリアスに投げられたんだと思う。にゃー、恐ろしいバカ力だ。次の目的地は車両の向こう側だけど、なんとかして行けそう？私だけならギリギリ下をくぐって行けるかもしれないけど、ボンプを連れて行くのは無理。しかもこの辺りは地盤沈下のせいで深い穴だらけだから回り込むこともできないぞ。今誰か喋った？まさか電車が。しかも可愛い女の子の声だったぞ。電車さん、私たち急いでるの。ちょっとだけでいいからそこをどいてくれない？お願いだ電車さん。もうお兄ちゃんまで。向こうの女の子が怖がるでしょ。皆様はホロー調査協会の調査員様ですか？どうしたんだい？何か手伝えることがあるかな？待って、私たちが協会の人間かどうかより、まずは電車さんから名乗るのが協会のルールだぞ。そうなんですか。ごめんなさい、そのようなルールを存じ上げておりませんでした。私はカリン、家事代行会社の従業員です。星座は双子座、血液型はRH-。 好きなことはお掃除です。市民ナンバーは。そんなに細かく紹介してくれなくても。それでカリンちゃんはどうしてこんなとこに？ついさっき危険なエーテリアスを避けて通ろうとしましたら、同行していた皆さんとはぐれてしまったんです。私はキャロットデータを所持していなくて、調査員のお二人ならきっとホローから脱出するルートをご存知ですよね。どうか私も連れて行っていただけませんか？ホローで道に迷った一般人か。それにしても家事代行の人なんかがどうして危険なホローなんかに？どうする？あの子を助けてあげる？どうする？あの子を助けてあげる？行けたくってもまず向こう側に行けないからな。無理なら今すぐ引き返して他のルートで行かないと、計画の時間に間に合わないよ。勝手に聞き耳を立てちゃってすみません。もし私がお二人を車両のこちら側までお招きできれば、そのまま調査員様について行ってもよろしいということでしょうか？私たちがそっち側に行く方法があるの？だいたいそんな感じです。ちょっとだけお待ちください。すぐに済みますので。下から来るのか？ん？嫌な音だ。気をつけて。破れてない。お待たせいたしました。はじめまして。はじめまして調査員様。ただいま電車をくぐり抜けてまいりました。
先ほどからお話しさせていただいてたのはこちらのボンプ様だったのですか？ああ、すみません。ボンプ様のご身分を疑っているわけではなくて。ボンプってことでいいよ。君もただの一般人には見えないけどね。すみません。その弊社は幅広い分野でビジネスを展開していまして、中にはフォロー関連の業務もあるんです。そうだ、調査員様は先を追いすぎなんですよね。きっと道中お役に立ちますので、どうか私をフォローから連れ出してください。お願いします。あんたたちはどう思う？この子が電車を壊してくれたから、もう迂回する必要もないよね。まあ、無理なお願いでもないしね。うん、私もお兄ちゃんと同意見だよ。彼女を出口に連れて行くのはいいけど、一応知らない人なんだから、お互い内緒にしたいこともあるでしょ。カリンちゃん、私たちについてきてもいいぞ。その代わり、余計なおしゃべりはなし。それでいい？はい。よし、それじゃあ先を急ごう。カリンちゃん、戦闘の方もよろしく。カリンちゃん、余計なおしゃべりはなしって言ったけど、別に一言も喋っちゃダメとは言ってないぞ。そうだったのですか？すみません、勘違いしていました。残念ながら施錠機構指定された額のギアコインを支払いました。認証成功。ドアが開きます。よいしょ。え、一人で持ち上げちゃった。ちゃんみたいにすごいの？私なんかよりよっぽどすごい人たちばかりです。チェーンソーメイドより？ちょっと想像できないぞ。あんたに決めたぞ。
うん。今日の路線、なんか妙じゃないか。マスター、線路のルートを再構築しました。よし、ついでにカリンを出口まで送っちゃおう。注意、半径100メートル以内にフォローの出口を確認。旅のお供、家事代行会社の従業員カリンの依頼を達成可能。ん？パイトン、何か言ったか？カリン、前方に出口がある。そこから出れば大丈夫。あ、本当ですか？出口が見つかったんですね。よかった。あの、本当にありがとうございました。調査員様のお力がなければ、カリンはきっとこのフォローを永遠にさまよっていました。それはお互い様だぞ。カリンちゃんのチェーンソーのおかげで時間をずっと短縮できたんだから。そのボンプのフォロー調査員様には初めてお会いしました。よろしければお二人のお名前を教えていただけませんか？今度従業員一同でお礼に伺いたいんです。お礼に？さぞかし豪華なんだろうな。ちょっと楽しみだな。にゃ、本気？それじゃ正体がバレるぞ。私の時は散々警戒してたくせに。ん？私が特別ダメだっただけで、カリンちゃんならいいよってこと？どうやらあまりよろしくないようですね。お気を悪くされたのでしたらすみません。では、私はこれで失礼いたしますね。あとは、列車の到着を待つだけだね。速度がどんどん落ちてるぞ。違う、ここはいつもの路線じゃない。総員、警戒態勢。チャンス、みんな行くよ。マスター、まもなく列車が予定地点を通過します。依頼人ともども行動できるよう準備してください。プロ騎士、今だ。気をつけてください、マスター。お尻を列車のルーフにしたたかに打ちました。この体、思ってたより不便だな。手が短いよ。落ち込まないでください。マスターの血縁者はこの姿のマスターを称賛していました。いわく、小さくてとても可愛い。普段は可愛くなくて悪かったね。この列車のメンテナンスハッチは液体のような猫股でさえ通れないほど小さいですが、今や熟練の忍者がスイカを割るくらい簡単なはずです。あなた様は世界の王ですから。さて王よ、運転室に向かい体感式を終えてください。はいはい、緊急停止ボタンを押せば任務は完了だ。ちっ、めんどくせえな。任務とはいえこんな格好をしなきゃならんとは。少しは我慢しろよ。俺だって靴が合わなくて辛いんだ。おい、列車がループを外れてると隊長が言ってるぞ。どういうことだ？ん？この列車に積まれているのは爆薬だけじゃない。ニュースではそんなこと言ってなかったのに。ああ、隊長、上から喋るボンプが落ちてきたのですが、パールマン長官に引き渡しますか？はっ、今すぐ処理します。する。
何事だ？こっちだ。ここは私に任せて先に戻って。キャロットがあるから大丈夫。後でお店に行く。お兄ちゃん聞こえる？一体何があったの？何かがおかしい。今から店に戻るからそれまで待っててくれ。お兄ちゃんお帰りなさい。お兄ちゃんは休んでて、後で私がイアスの状態をチェックしとくから。猫股から連絡は？ううん、多分まだホローの中にいると思う。キャロットがあるって言ってたけど、彼女は出口から離れたとこにいたし。でも悪い知らせばかりじゃないよ。さっきニュースで言ってたの、ビジョンは技術的な要因で爆破解体を明日の夜まで遅らせるって。技術的な要因か。やっぱりビジョンには裏があったようだ。そうだね。ビジョンは列車がルートを外れたことに気がついてたのに、メディアにそれを口外しなかった。一番怪しいのは爆薬を積んだ無人列車って言ってたのに、中は武装した兵士でいっぱいだったことだよ。治安局っぽかったけど、任務でこんな格好をとか靴が合わないとか言ってたし、あんなの明らかに偽物じゃん。それに猫股はまだ何かを隠してる。戻ってきたら徹底的に問い詰めなきゃ。でも今くらいはそのことを考えなくてもいいんじゃない？彼女が戻ってくるまで少し休みなよ。ボンプと接続して疲れたでしょ。
いらっしゃいませ。何かお飲みになりますか？またどうぞ。迷った時はコーヒーを飲みに来てください。いつでも出撃可能。行動開始。何？ジャトヤにかかれば万いいぞ。準備できてるぜ。
ターゲット確認。ないわね。俺の弾に目つけられたな。排除する。アンビー下がって。見てなさい。しなさい。指示に従うわ。降参したって無駄よ。準備完了。準備完了。いつでも出撃可能よ。
あるものなら何でも作れるぞ。ないものも作れるがな。いやっ口に合わないか。どう味を調整すべきか。出撃可能よ。準備完了。時間がかかっちゃった。私が持ってたキャロットだと遠い方の出口しかわからなくて。そうだ、爆破が遅れるってニュースをスマホで見たぞ。でもいずれ発射しちゃうことに変わりはないから、ニコたちはまだ安全ってわけじゃないけど、これからどうする。すぐに他の方法を探さなきゃって。猫又の気持ちはわかるけど、それより先に話すことがあるよね。どうしたの？なんか空気が怖いぞ。耳の毛が逆立っちゃった。
猫又、これは大事な話なの。茶化さないで全部話して。あんたとジャトヤは一体どんな面倒ごとに巻き込まれてるの？あれは爆薬の輸送列車だと報道されてたよね。なのにどうして治安局に偽装した奴らが乗ってるの？それにあんたは連中を前にしても全然驚かなかったし、それどころか素早く対応できてた。猫又、何か事情があるならちゃんと説明してくれ。僕たちは君の話をちゃんと聞く。私が説明したところで本当に信じてくれる？パエトーンのサポートがまだ欲しいなら、お兄ちゃんの質問に答えて、隠してることを全部教えて。隠すつもりなんてない。列車の中に人がいるなんて知らなかった。私はただ他の場所で同じ格好の奴らを見たことがあるだけ。あんたたちの言った通り、私とジャトヤはとんでもない面倒ごとに巻き込まれた。でもそれは人助けのためなんだ。人助け？つまり君はニコたちと一緒に人助けをしていたと？だって信じられないことの連続で、ちゃんと説明できる自信がなかったんだ。それにこの前は列車を止めなきゃって必死でボンプの視覚記録を最後まで見られなかったし。そうだ、ニコのボンプ、あれが全てを記録してる。あの一部始終を見ればあんたたちもきっと分かってくれる。Thank you.